たおやかインターネット放送がお送りする絵本の時間。小川未明作、狼を騙したおじいさん。北の国の寒い晩方のことでありました。雪がちらちらと降っていました。木の上にも山の上にも雪は積もって、あたりは一面に真っ白でありました。おじいさんはちょうどその日の昼時分でありました。山に息子が行って炭を焼いていますので、そこへ米や芋を持って行ってやろうと思いました。もう亡くなる自分なのに、なぜうちへ戻ってこないものか。山の小屋の中で病気でもしているのではなかろうか、と言っておじいさんは心配をいたしました。どれ、雪が少し小やみになったから俺が持って行ってやろう、と言っておじいさんは村から出かけたのでありました。山へ差し掛かると雪はますます深く積もっていました。小屋へ着くと息子は達者で仕事をしていました。お前は達者でよかった。もう米や野菜がなくなった自分なのに、帰らないものだから病気でもしているのではないかと心配しながらやってきた、とおじいさんは言いました。息子は大層喜びまして、私は明日あたり村へ帰ってこようと思っていましたのです、とおじいさんにお礼を言いました。それから二人は小屋の中でむつまじく語らいました。やがてだんだん日暮れ近くになったのであります。お父さん、また雪がちらちら降ってきました。この分では道もわかりますまい。今夜はこの小屋の中に泊まっておいでなさいませんか、と息子は言いました。タバコを吸いながら火のそばにうずくまっていたおじいさんは頭を振りながら、俺はやりかけてきた仕事がたくさんあるのだから、そんなことはしていられない。今夜はわらじを五足作らなければならないし、明日の朝は三とばかり米をつかなければならん、とおじいさんは言いました。今自分お父さんを返すのは心配でなりませんが、と息子は案じながら言いました。するとおじいさんはカラカラと笑いました。俺はお前よりも年をとっている。それに知恵もある。間違いのあるようなことはないから安心をしているがいい、と言っておじいさんは小屋を出かけました。道はもう雪にうずもれて、どこが田やら畑やら分かりませんでした。しかしおじいさんは若い時分からここの辺りはたびたび歩き慣れています。あちらに見える遠方の森を目当てに村の方へと歩いて行きました。この時あちらから黒いものがこちらに向かって歩いてきました。もとより今自分人間が歩いてこようはずがありません。おじいさんは何だろうと思っていますと、そのうちに近づきました。おじいさんは体中水を浴びたようにびっくりしました。それは狼であったからです。おじいさんは初めて息子の言ったことを思い出しました。おお、息子の言うことを聞いて今夜は泊まって帰ればよかった、と思ったのです。しかし今はどうすることもできませんでした。おじいさんはじっとして
狼の近づいてくるのを待っていました。そして言いました。お前は俺みたいな痩せた骨と皮ばかりの人間を食っても何にもならないだろう。もっと太ったうまそうな人間のところへお前を連れて行ってやるから、お前は黙って俺の後からついてくるがいい。俺はその太ったうまそうな人間を家の外へ呼び出してやるから、と言いました。狼は黙っていました。そしておじいさんに飛びつこうとはしませんでした。おじいさんは自分の言ったことが狼に分かったものかと不思議に思いながら、なるたけ狼のそばを避けて田や畑の中を横切りながら歩いていきましたが、その間は生きた気持ちもなく村を指して急ぎました。するとずっと後から黒い狼はやはりこちらについてくるのでした。おじいさんは懐にあるだけのマッチをすっては火をつけてタバコをふかしながら歩いていきました。獣はみんな火を恐れたからです。やっとおじいさんは村の外れに着きました。そこには漁師の平作が住んでいました。平作、早く出ろ、狼が来たぞ、とおじいさんは怒鳴りました。平作は銃を持って家の外に走り出ました。そしておじいさんの振り向く方を見て、あれかと言って黒いものを狙って撃ちました。しかし弾は急所を外れたので、狼は雪の上に踊り上がって逃げてしまいました。おじいさんは、自分は知恵者だろうと家へ帰ってから威張っていました。一方息子は、こんな晩方おじいさんを一人で返したのを後悔しました。どうか間違いがなければいいが、と心配をしてじっとしていることができませんでした。それで小屋を出て父親の後を追ったのであります。もうあちらに村の明かりが見えるところでありました。黒い大きな狼がまっしぐらにうなりながらかけてきました。そして狼は人間に出会うとすぐに飛びついて噛み殺してしまいました。そのことを後から知っておじいさんはどんなに嘆いたか知れません。そして息子を亡くしたおじいさんは寂しく暮らしたのであります。おしまい。